はい、皆さんこんにちは、吉田のゆまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらですね。バシン取れちゃってるけど、はい、ママのですね、ナス入りミートソースでございます。冷凍食品ですね。1人前でございますね。グラム数はこちらが、何グラム入ってるかというと、300グラムですね。カロリーが380キロカロリーですね。まあ普通ですね。ナスなんでね、そのカロリーは、そんな極端に高くないという形ですね。そして出来上がったものがこちらですね。はい。これですね、500ワットの、電子レンジではですね、約6分。600ワットのご家庭というか、電子レンジお持ちの方はですね、5分半というのが、加熱するですね、時間でございますね。はい。はい。まあ、とにかくこちらですね。美味しそうですね。いただきます。これね、以前も食べたことあるんですけれどもね、非常に美味しいですよね。ナス。ナスがね、苦手な人もいますけれどもね、ナスいただきます。うまい。箸で食べるとなかなかね、いいですけど。いただきます。うん。うん。あの、冷凍なんですけども、うまいですよね。あのね、冷凍で明らかにまずいものというのがですね、まあ、よくありますけれども、あと、鮮度が長いやつですよね。賞味期限がこう、異常に長いやつ。はい。短いやつと長いやつあるわけですね、世の中にね。いろんな、まあ、デザートでもそうですしね、和菓子でもそうですしね。こういった冷凍食品とかも、まあ、もちろんそうですけども、冷凍食品なんかね、なかなかちょっとね、まあ、あまりうまくないなっていうイメージがね、あるんですが、これはうまいんですよね。どうが違うんでしょうかね。ちょっとわかりませんけれども、非常にですね、美味しい。もうこの一言ですね。はい。冷凍食品の割には美味しいというのはね、これが感想ですよね。なんかね、冷凍食品じゃないみたいな、本当に。茹でて、ちょっと時間経っちゃいました。だから、ちょっと、なんとか柔らかくなっちゃいましたっていうね、感じぐらいのレベルですよね。はい。あの、変わり具合といったら。はい。はい、これ欲しい4つ。差し上げたいと思います。はい。ということで、今日ご紹介したのはですね、ママから、ナス入りミートソースでございました。ありがとうございました。